これより本日の会議を開きます。ご報告いたします。樺沢企業局長から本日の会議を欠席する旨の届け出がありましたのでご了承願います。日程第1、第59号議案から第89号議案までを一括して議題といたします。提出者の説明を求めます。花角知事。ただいま上呈されました議案31件についてご説明を申し上げます。第59号議案は令和5年度一般会計補正予算案でありまして、総額903億1688万円の減額補正についてお諮りいたしました。この度の補正予算は道路除雪費の所有額や職員給与費に関わる過不足額を計上するとともに、事務事業の執行見込みに基づく過不足調整等を行うものであります。この結果、補正後の予算規模は1兆3555億4432万8000円となります。また第60号から第78号までの各議案は特別会計並びに企業会計に関わる補正予算でありまして、それぞれ事業計画の最終見込み等に合わせまして補正を行うものであります。次にその他の主な条例案件等についてご説明申し上げます。まず第79号議案は職員の退職手当の支給に要する財源を確保するための基金を設置するため、第80号議案は地方税法の改正等に伴い不動産取得税の特例措置の延長や工事送達制度の見直しなどを行うため、それぞれ条例の制定及び所要の改正を行うものであります。次に第87号議案は契約の変更について、第88号議案は指定管理者の指定についてお諮りするものであります。以上、各議案の概要につきましてご説明申し上げましたが、何とぞ慎重にご審議の上各議案それぞれについてご賛同賜りますようお願い申し上げます。お諮りいたします。第59号議案から第89号議案までは審査のため諸君のお手元に配布の議案付託表のとおり各部門の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって採用決しました。日程第2、請願第1号および日程第3、陳情第1号を一括して議題といたします。お諮りいたします。請願第1号および陳情第1号は審査のため諸君のお手元に配布の請願陳情文書表のとおり各部門の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって採用決しました。